と絡まないサラサラウィッグでおなじみの日本橋のアシストウィッグさんに来ています。私も今日使ってるウィッグなんですけど、ウィッグの他にも小物とかいっぱい充実したものがあるんで、今日は紹介してもらいたいと思います。行ってみましょう。こんにちは。今日はよろしくお願いします。早速なんですけど、はい、ウィッグから紹介してもらってもいいですか？はい、お願いします。はい、今日私もアシストウィッグのつけてきてるんですけど、すごいですよね、本当に。マサキエの人があって、ね、パープルが結構多いのは多くて、多いですよね、501色、はい、そうです。中でもパープル系がすごい多くて、あ、そうなんですか。結構皆さん色が近すぎて悩んでる。本当に色が多いです。この辺とかだとちょうど時期的にハロウィンもあったんで、かなりショートは多かったんですか。買えましたね。次がピンク系、はい、ロングがすごく絡まりにくいっていうので、うん、選んでいただいてる方が非常に多くて、うん、まだまだありますね。まだまだありますね。赤系、最近懐かしいアニメをされる方が多くて、ランマ2分の1まあ、あとはアニメだけじゃなくて、この白の派手な蛍光色、はい、すごい派手、まあ、ちょっとこれはショートのウィッグをこれを使ってパーマ当ててるんですけど、はい、こういう色味がちょっと前にすごく流行ったスプラトゥーンっていう、コスプレするんですね。されます ね、 ね、ゲームなのにスプラトゥーンの出てくる武器とか全部作られて、はい、アニメ系とかゲームとか、この辺だと初音ミクとか、そうですね、ボーカロイド系もできる。はい、まだ熱量の時はあるので、まあ、ざっくりこういう感じで、はい、ウィッグは他にもアシストウィッグさんはその小物類というか雑貨も豊富ですよね。そうですね、はい、私の特徴でもあると思うんですけど、ウィッグだけじゃなくてそれ以外のものも幅広くなってもらって、例えばこちらなんですけども、はい、涙ジェルって言って、まあ、汗とか涙を、はい、リアルに再現するためのジェルなんですよ。すごい。肌に直接塗って大丈夫なやつ で、美容液なんで、はいはいはい、塗って終わったら塗り広げてもらったら肌にもいい。その泣いてるように見えるとかそういうことですか。でもアシストウィッグさん来たら大体揃うなっていうのがあるんですよ。ありがとうございます。それ言ってもらうのが一番嬉しい。なんかその一辺にいろいろ見れるしっていうのがあって、あ、でもこういう武器系とかも、そうですね、これも鉄板アイテムですね。本当に何でも揃えますね。はい、もう使えそうなものがあったら
お客様が喜ぶんであればっていう感じで、試していただけるものは全てサンプル出してますんで、はい、お店に来ていただいて気になるものはサンプル試していただければ分かりやすいと思いますので、またぜひ一緒にそちらで試してみてください、はいはい、ありがとうございます、はい。この他にもまだ何かあるんですか？そうですね、まあ、実は2回ありますので、はい、よかったら行きましょう、はい、お願いします。2階なんですけど、はい、1階のウィッグとはまた別のプレミアムというウィッグが並んでます、はい、プレミアムは毛質がまずいいっていうのと、うん、使えるスタイルがとても多いのが特徴です。一番目立つのはこれ、いやすごい、ウルトラスーパーロングで、長さが頭のてっぺんから先っぽまで160センチ、まあ、こういう和物から、うん、リボンとか、はい、制服、衣装のこまごましたもの、あとカラーシャツとかですね、はい。靴でおすすめってなってくると、ビジネスシューズ、あー中にシークレットヒールが入っているので、いいですね、ま、見た目以上に足長効果だったりとか、長身の身長を稼ぐことができる、あとはまあこういうカラフルなパンプスだったりとか、先ほどこのブーツだったり、そういったものを、はい、靴はもういつでも試着していただいていいので、来られたら自由に履いていただいて、なければ聞いてください。たくさんの商品紹介していただいてありがとうございます、はい、大阪オタク TV。